皆さん、こんにちは。第2回コンピューターサイエンス and English 番外編へようこそ。今日は皆さんと一緒に時間を過ごすのをとても楽しみにしています。今日ちょっと日本寒くないですか？さっき調べたけど、なんか昨夜2度ぐらいだったですね。めちゃくちゃ寒かったです。では、まず自己紹介からいきたいと思います。僕の名前はリッキーチャイことリッキーです。リッキー先生と呼ばれると基本ちょっと照れるので、リッキーって呼んでください。ちゃん付けやくん付けは全然 OK なんで、お願いします。僕はハワイ出身のアメリカ人で、去年、某外資系 IT 企業に新卒エンジニアとして就職し、東京に引っ越してきました。今は東京です。こちらに見えるように東京タワーを映してますんですけど、わかりますかね。で、ちなみに見ての通り、大体想像はつくと思うんですが、大好物は唐揚げです。では次に CS and English について軽く説明したいと思います。CS and English は Computer Science Class for Kids Supported by SIGP. Classes are held mainly in English. CS and English は基本的に、まあ、小中学生向けの英語で学ぶコンピューターサイエンスクラスです。で、なぜ英語を使うかというと、コンピュータサイエンスのコンセプトやキーワードは主に英語をベースとして使っているので、まあ、いずれ必ず英語の力が必要となっていく考えを持っているからです。こういった授業を日本の子どもたちに早い段階で提供するのが、まあ、CS in English の大きな目標の一つではないかと思います。まあ、通常は授業をすべて英語で行っていますが、今回は番外編ということで、特別に日本語を中心として使っていきます。まあもちろん英語も部分的に使っていくので、まあ、英語に触れ合うチャンスは存分にあるはずです。で今日質問の方なんですけど、まあ、質問があったら Twitter でハッシュタグ CS and English をつけて送ってください。このハッシュタグは多分概要欄にも書いてあるはずだと思うので、ね、忘れた場合そちらチェックしてください。私、母国語は日本語じゃないので、言ってることが伝わらないことがあるかもしれないと思うので、てか、僕の説明がただ単に下手な時もあるかもしれないので、まあ少しでもわからないところがあったら、お気軽にツイッターで聞いてください。ではさて、本題に入っていきましょう。今日のトピックは、こちら、conditionalsです。予定としてはこんな感じに行きたいんですけど、最初は What are conditionals? Conditionals とは何か。で、その次に前回と同じく code.org っていうのはアクティビティ。そして最後に loop ラップ。まあ皆さんが大好きな楽しいクイズですね。こういう感じで行きたいと思います。で、今日のクラスはちょっと難しめなんで 100% 理解できなくても全然大丈夫です。まあ、未知なことに触れるだけで十分な刺激を楽しめるんじゃないかなと僕は個人的に思います。また、この配信は、このクラスが終わったら、YouTube の方でアップロードされると思うので、まあ、見返したい部分があったらそちらで自分のペースで見てみてください。では、早速始めていきましょう。What are conditionals? コンディショナルとは何か。Conditional statements are statements that are only run under certain conditions. Conditionals は特定の条件を満たした場合に実行されるものです。Conditionals がプログラミングでよく使われているところはこの if statements、if 文です。if 文はある条件を満たした時に何かを実行するという構造です。例えば、ここにあるように、if hungry, then eat something. if hungry, お腹が空いているという条件が満たされていたら、eat something. 何かを食べる。お腹が空いていない場合は、ここの eat something は実行されません。続いて、if else. これは、なんだろう。if のちょっと進化バージョンっていう感じですね。
最初の半分は if 文と全く同じです。if sleepy, then sleep。 眠いという条件が満たされていたら寝る。ここは同じですね。でもそこから続く else, go outside。 これは条件が満たされなかった場合に実行するアクションです。だからこれは眠かったら寝る、眠くなかったら外に出かけるっていう感じに読みます。ここで大事なキーワードが2つ、コンディションと前回のクラスにも出てきたステートメント。みんなマリオくんのクラスから覚えてるかな。コンディションは条件という意味で、ステートメントはその条件が満たされた場合何をするかということを示します。この2つの単語を覚えてくださいね。もしかしたら後でクイズに出てくるかもしれないんで、ちゃんと覚えてください。そして大事なのがもう一つ、while loops。 前回のクラスでループは何かを繰り返すということを勉強しましたね。 while loop はこのループの一つの種類であり、何かの条件が満たされない状態になるまで何かを繰り返すということを表します。ここにもさっきの if 文と同じく condition、 条件と statement、その条件が満たされないまで何をするかがあります。ここにある例では while hungry、 お腹が空いている場合 eat one chocolate、 チョコレートを1個食べるという感じになります。簡単に言えばお腹が空かなくなるまでにチョコレートを1個食べるっていうことですね。まあ、これを実際にやったらお腹壊しちゃうので良いかは真似しないでください。てか悪いことでも真似しないでください。はい、では軽く説明したところで、ちょっと早速 code.org のアクティビティでこのコンセプトを使ってみましょう。で、多分概要欄の一つ目のリンクかな、www.studio.code.org をクリックしてください。多分そのようなリンクがあると思うんで、そのリンクをクリックするとこのような感じのウェブサイトが出てくると思うんですけど、皆さん受けましたでしょうか。概要欄の多分一つ目のリンクです。studio.code.org のリンクです。見てみてください。で、このアクティビティの形式なんですけど、多分一番やりやすいのは、まあ、一つのデバイスでライブ配信を見ながら、もう一つのデバイスで code.org のアクティビティをやっていくことだと思います。まあ、もしくはパソコンで二つの画面を、まあ、隣同士にしたり、配信の音声だけを聞きながらアクティビティをやっていくのもありだと思います。あ、で、この code.org はアカウントを作らなくて大丈夫なんで、このままアクティビティにチャレンジするのも全然大丈夫なんで、そこはご心配なく。では、ちょっとアクティビティにチャレンジしてみましょう。
前回のクラスでは BB8 と遊びましたが、今回のゲストは農家ちゃんです。今日は農家ちゃんと仲良く野菜の収穫をしていきます。まずはちょっと操作方法とブロックの説明をしたいと思います。まずはこの最初のブロック、 Move Forward、 これも前回見ましたね。 Move は動く、 Forward は前に、だから Move Forward は前に動くということになります。ではちょっと試してみましょう。農家ちゃんは確かに一歩前に進みましたね。では次のブロック、次のブロックは Turn Right、 これも先週見ましたね。 Turn は曲がる、 Right は右にということで、右に曲がるという意味です。ここに Turn Right を加えると、農家ちゃん確かに右に曲がりましたね。で、これを左に曲がりたい場合は、このボタンを押して、Left、左とクリックしたら左に曲がります。で、次のブロック。次はさっきスライドで説明した if 文。if 文には condition、条件と statement。その条件が満たされたら何をするかの2つがありましたよね。この条件は There is corn、 トウモロコシがあるです。で、トウモロコシがあった場合に実行したいアクション、その statement はここのへこみのところに入れます。例えばトウモロコシがあったら収穫したいとなったら、このへこみに pick corn を入れます。このように。corn はトウモロコシ。pick は拾う。ということで、トウモロコシを拾うっていう感じになります。ではちょっと実行してみましょう。ここにあったトウモロコシをちゃんと拾いましたね。次のブロックは決まった回数のループ。前回のクラスでこれをたくさん使いましたね。これは何かを決まった回数繰り返すブロックです。例えばこのループの中に move forward、 前に進むを入れたら、農家ちゃんは5歩前に進みます。 1,2,3,4,5 歩前に進みましたね。前回のクラスを見なかった方は、YouTube のチャンネルの方で、魔力のクラスを見てください。で、最後にこのブロックがあるんですけど、このブロックはさっき話した while loop です。while loop は、さっき話したように、ある条件が満たされない状態になるまで何かを繰り返すっていうことです。この場合、条件は path ahead、 前に進むスペースがあるということで、ここに move forward を入れると、前に進めなくなるまでに前に進めという意味になります。ではちょっとやっていきましょう。すごいですね。農家ちゃんから変なセンサーが出てますよ。このループをやると、さっき言ったように前に進めなくなるまでに一歩前に進んでくださいっていうループになります。皆さん分かりましたか？このゲームでは野菜をすべて収穫した時点でクリアとなります。では早速このステージをクリアしてみましょう。で、この土から生えている芽についてなんですけど、ちょっと非現実的なのかもしれないんですけど、このステージの面の下には野菜があるかもしれないことを示しています。どの面の下に野菜があるかはこの Run ボタンを押すまでわかりません。こうしたら、
こう3つトウモロコシがあったり、リセットしたら2つしかなかったりすることがあるので、まあ、トウモロコシがないときに、ペックコーン、このコーンを拾うっていう動作をすると、そこでステージ失敗となるので、気をつけていきましょう。ここは、感受性の力を使って、クリアしていきましょう。では、まずは、一歩前に進んで、move forward。で、ここにトウモロコシがあったら、拾ってみましょう。あったらっていう条件を表すために、この if 文を使います。If there is corn, do pick corn.確かにここにあったトウモロコシをちゃんと拾いましたね。で、このままずっとこの同じ動作を繰り返すだけですから、まあ、ここに1,2,3,4,5。5回繰り返したら多分クリアできますね。同じことを、まあ、5回繰り返してみましょう。3,1,2,3,4,5。ではちょっとワンしてみましょう。まあ、で、これで一応ステージクリアです。でもやっぱりこういう同じブロックのパターンを繰り返すのはあんまり気に入りませんよね。なので、前回のクラスで勉強したループを使ってブロックをちょっときれいにしてみましょう。まあ、ここで繰り返されるパターンは何でしょう？まあ、ここの move forward と pick corn のコンディションですね。まあ、で、このパターンが、まあ、1,2,3,4,5 5回繰り返しているので、この repeat 5 times 5回繰り返すループを使ってみましょう。 repeat 5 times repeat は繰り返す、この5は前回勉強したカウンターですね。これを 1,2,3,4,5 回繰り返しているので、カウンターを5回としてこうやってくぼみに入れて、ワンチームと同じくクリアできます。さっき長くてちょっと読みにくいコードが結構シンプルになりましたね。これでやっぱりループって最高ですね。で、この他に while path ahead っていうループも使って正解を導き出すこともできます。これはさっき言ったように、前に進むスペースがなくなるまで、このくぼみの中のアクションを繰り返すっていう意味なので、このループを while path ahead に変えると、まあ、同じくステージをクリアすることができます。ちょっとステップバイステップで見ていきましょう。まずは、この while path ahead。前に進むスペースがあったら、ここの中のブロックを実行していくっていうことで、まあ、前に進むスペースがあるから、この move forward を一回して、ここにトウモロコシがあったら、それを拾う。ループなので、また繰り返し、while path ahead、前に進むスペースがあったら、まあ、ここもありますね、前に進むスペースが。だから、ここでまた一歩前に進んで、ここにまたトウモロコシがあったら拾う。でも、ここにはないんで、ここのトウモロコシを拾うっていう動作を実行しません。ここをスキップします。で、またループの始まりで、前に進むスペースがあるか、ありますね、前にあるんで、また前に進んで、これをただ繰り返していくだけですね。ずっと前に進んで、
で、ここの端のスペースに来ると、もう前にスペースに、まあ、動くスペースがないので、ここでループが終わって、クリアですね。まあ、これはさっき言ったように、前に、なんだろう。こういう感じに正解は一つっていうわけじゃなくて、いろんなパターンでクリアするのも楽しいと思います。では、次に行ってみましょう。3番はちょっと飛ばしてみます。4番に行ってみましょう。4番に行く場合は、この上にステージごとがちゃんと書いてあると思うんですけど、この4番に行ってみてください。この4番なんですけど、ここに Each plant will have either one piece of corn, one head of lettuce, or one pumpkin. 今回の畑にはトウモロコシに加えてレタスとカボチャも埋めてあります。だから野菜の種類によってこの Pick corn, トウモロコシを収穫する。Pick lettuce, レタスを収穫する。ペック、パンプテン、カボチャを収穫するという3つのアクションを使い分けないといけません。このRun ボタンを押すと、見ての通り3種類の野菜があって、ここをリセットを押すと、毎回配置と数が変わります。ここにレタス2つ、トウモロコシ2つだったり、ここにトウモロコシ、レタス、トウモロコシ、カボチャだったり、いろんな組み合わせがあるので、ここでも if 文を使っていきましょう。まあ、まずは前回と同じ。前に進める限り、一歩前に進みましょう。while path ahead。ここはまっすぐ進むだけなんで、while path ahead っていうループを使うのがいいんじゃないかと思います。で、ここに前に進むスペースがあったら、一歩前に進む。で、それに加えて、立っている位置にカボチャがあったら、カボチャを拾う。レタスがあったら、レタスを拾う。トウモロコシがあったら、トウモロコシを拾う。これも if 文で表すことができます。こうやって。If there is corn, トウモロコシがあったら、pick corn, トウモロコシを拾う。If there are pumpkins, かぼちゃがあったら pick pumpkins, かぼちゃを拾う。If there is lettuce, レタスがあったら pick lettuce, レタスを拾う。こういう感じに分岐することができます。ちょっと実践してみましょう。はい、これで一応クリアになりますね。で、このステージも前のステージと同じく他にたくさんの正解があります。まあ、例えば、この if else、さっきも話しましたね。if else を使ってクリアすることもできます。if else は、まあ、スライドで話したように、条件が満たされたか満たされてないかによって違う行動を取ることができます。満たされていたら、この最初のくぼみの行動を取る。この一番目のくぼみですね。で、満たされていなかったら、二つ目のくぼみの行動を取る。そうですね。そういう形になります。だから、まあ、さっきのこの行動を、if else で表してみましょう。で、ここの最初の条件が、if there is corn。と、まあ、コーンがあったら、トウモロコシがあったら、トウモロコシを収穫したい。ペックコーンですよね。でも、もしトウモロコシではなかったら、まあ、で、ここでまた、カボチャかレタスによってまた分岐しないといけませんね。ですので、この分岐も同じく、
if else で表します。ここの else の部分でもうトウモロコシじゃないっていうことが判明していますので、かぼちゃかレタスっていう二択しか残ってないので、まずはトウモロコシでなかったらで、かつかぼちゃであったら、ここでペップパンプキン、かぼちゃを収穫するって選びます。で、まあ、トウモロコシでなく、かつかぼちゃでなかったら、まあ、3種類の野菜で残っているのはレタスしかないので、ここにペックレタス、レタスを拾うっていう感じにします。まあ、これをまあ日本語で読むと、トウモロコシであったらトウモロコシを収穫する。で、トウモロコシでなく、かつかぼちゃであったらかぼちゃを拾う。で、トウモロコシでなく、かつかぼちゃではなかったら、まあ、残るのはレタスしかないので、レタスを拾うという感じになります。では、これはちょっとステップバイステップで見てみましょう。まずは、while path ahead。前に進めるかどうか。進みますね。一歩前に進んで、ここにトウモロコシがあるかどうか。ないですね。かぼちゃがあるかどうか。ないですね。あ、ちょっと間違えました。ここは、野菜が何にもないので、あ、ピックレタスじゃなくて、まあ、何もない場合もあるので、ここに、if else じゃなくて、if there is lettuce、ピックレタスですね。一つのマスに野菜があるとは限らないので、もしかしたら何もないっていうパターンもあるので、ここに、if を入れないといけないですね。move forward。トウモロコシはない。だから、ここのペックコーンを実行しない。かぼちゃはない。だから、ここのペックパンプキンを実行しない。レタスもないから、ここのレタスを収穫するのも実行しない。っていうパターンを何回も繰り返して、こういう感じに進みます。はい、クリアです。みんな分かったかな？ちょっと難しいかもしれないんですけど。まあ、このまま次のステージに行ってみましょう。このステージには、ここに書いてあるように、ちょっと英語になっちゃうんですけど、Each plant will now have more than one head of lettuce on it。この畑にはレタスしか埋まってないけど、一つのスペースに2個以上のレタスがあるということですね。ということは、まあ、一つのスペースに pick lettuce、レタスの収穫っていうアクションを複数回しなければならないといけないということです。まあ、run してみると、ここにあるように、まあ、1マス目にはレタスが3つあり、この3マス目にレタスが2つあり、4マス目にレタスが8つあって、5つ目のマスにレタスが4つあるっていうことは、ここにペックレタス、レタスを収穫を3回しないといけない。ここのマスにレタスを2回収穫しないといけない。それで8回、4回っていう感じでいかないといけないですね。で、ここでリセットでランすると毎回変わるんで、やっぱりこのどういう配置にされて、どれぐらいの回数のペックレタスを実行しないといけないのか全然わからないので、このコンディショナルス、条件を使いたいと思います。で、ここの、なんだろう、ペックレタスを埋まっている数に合わせないといけないっていうことで、まあ、これをどうか、今のスペースにレタスがまだ残っている場合、レタスを収穫しろに変えられたらいいんですけど、まあいいんですよね。
例えばこの一マス目に動いて、列数が残っていたらレタスを収穫してくださいって言いたいですね。今のスペースにレタスがまだ残っている、これってやっぱり条件に聞こえますよね。そうなんです。ここにある While there is lettuce、 この While there is lettuce はまさにこの意味を出しています。ではこれをどう使うかというと、こんな感じに使います。 While there is lettuceまずは一歩前に進んで While there is life、 レタスが残っている限り何をするか、まあレタスが残っている限りこのレタスを収穫したいですよね。だからここに Pick lettuce を入れていきます。でこれをRunしていくと、一歩前に進んでレタスがなくなるまでレタスを収穫するっていう感じのパターンになります。で、これを、まあ、さっきのように、一歩一歩繰り返していくだけなので、while path ahead、 前に進める場合、中のアクションを実行していく。この while path ahead、 前に進める場合、一歩前に進んで、レタスがなくなるまでレタスを収穫する。でまたここに前に進めたらこの中のアクションを実行していく。まあ一応ステップステップで見ていきましょう。 While path ahead、 前に進めますか。はい、進めます。一歩前に進んでここにレタスがまだ残っているか。残っていますね。3つ残っています。残っているので1個収穫して、またここの while there is lettuce、 まだレタスは残っているか、まあ残っていますね。でそれがなくなるまで pick lettuce を実行して、なくなった時点で while there is lettuce、 これはもう条件が満たされてないですね。だからこのレタスを収穫するっていうステップをスキップして、この外のループにまた戻ります。この外のループに while path ahead、まだ進めますね。一歩進んで、レタスがあったら収穫する。まあ、ここにはないですから、ここにまた進んで、また進んで、で、ここにまた、レタスがなくなるまでに収穫して、これをただ繰り返すだけです。ちょっとクリックが多いですね。で、これでクリアとなります。まあ、このように一歩一歩レタスがなくなるまで収穫して次のスペースに進む感じで。次は、まあ、6番。6番ですね。で、この畑には、This field has clusters of corn and lettuce growing together.トウモロコシとレタス、一マスに複数埋まっていて、最後にカボチャが1個あります。With one pumpkin at the end。このステージでは新しいブロックを紹介していきます。この Repeat until there are pumpkins。自分が立っているマスに、下にカボチャがあるまで Repeat。繰り返しをする。その中に入っているブロック、ここのくぼみですね。ここの中に入っているブロックは、かぼちゃのマスに立っていない限り繰り返します。まあ、さっきのように、一マスに複数のレタスかトウモロコシが埋まっているので、while there is corn か while there is lettuce。そのトウモロコシがなくなるまで、またはレタスがなくなるまで、ということを表します。今回は while path ahead を使っていたところの代わりに repeat until there are pumpkins。 だから前に進める限りこの動作を繰り返すじゃなくて、立っているところにカボチャがあるまでっていうループを表します。 repeat until there are pumpkins do
かぼちゃが出るまで一歩前に進んで、そこにトウモロコシが残っていたら、これトウモロコシを収穫する。またはワイルドレタス、まあこの畑にはトウモロコシレタスが2つ植わっているので、While there is lettuce, take lettuce という感じの分岐で、で、こういう感じでいくと、まあ、レタスを収穫して、で、トウモロコシも収穫して、で、ここで、repeat until there are pumpkins なので、パンプキン、かぼちゃが今のマスにあると、このループが終わります。ということは、このループが終わった時点で、パンプキンが、まあ、かぼちゃが今のマスにあるっていうことで、最後に残っている動作は、テックパンプキンしか残っていないので、まあ、このかぼちゃを収穫するっていうアクションしか残っていないので、ここにテックパンプキンを付け加えます。まあ、これもステップバイステップで見てみましょう。まず、repeat until there are pumpkins。今、自分のマスにかぼちゃはありますか？ないですね。ないんで、ここに move forward。一歩前に進む。で、トウモロコシが残っていた場合、トウモロコシは行く。ここにはトウモロコシがないんで、ここをスキップします。で、while there is lettuce。ここにレタスが残っていた場合、pick lettuce。レタスを拾います。まあ、ここにはレタスがないんで、ここもスキップします。で、ここにまた、repeat until there are pumpkins。今のマスに、かぼちゃがあるかどうか、チェックします。ないですね。ないんで、ここをまた、リピートします。move forward、前に進んで。while there is corn、トウモロコシがある場合。まあ、ここはないんで、この pick corn を実行しません。で、while there is lettuce、レタスがある場合、pick lettuce、レタスを収穫する。ここにはレタスがありますね。なので、ここをなくなるまで、レタスを収穫していきます。で、なくなった時点でこのループが終わるので、なくなった時点でこのループが終わって、またここの外のループに戻ります。repeat until there are pumpkins。かぼちゃが今のマスにありますか？まあ、ないですね。また、ここ、move forward で、こういうパターンを繰り返すだけです。繰り返して、で、最後に、ここに、一歩前に進んで、トウモロコシがないから、トウモロコシの収穫をスキップして、レタスがないから、このレタスの収穫をスキップして、最後に、この repeat until there are pumpkins。今のマスにかぼちゃがあるかっていう条件が満たされていますので、このループがここで終わります。で、最後に、そこのパンプキンがあったから、最後に付け加えたペックパンプキン。このペックパンプキンを実行して、かぼちゃを拾うパターンになります。これでステージクリアです。まあ、コンディショナルっていろんな風に使えますね。それがちょっと面白いと思うんで、いろんな、なんだろう、解決策があると思います。まあ、一応ここで全部コンセプトをちょっと紹介したと思うんですけど、まあ、ここから皆さん自分で、この、7番で、そこからできるところまで、自分でやってみてください。ここからいろいろちょっと難しい問題ばっかりなので、まあ、ゆっくり自分のペースでチャレンジしてみてください。10分後に、まあ、1、2問ぐらい答え合わせをしていきたいと思います。では、ここから7番。で、7番をクリアしたら8番。8番をクリアしたら9番。そのまま自分のペースで行ってみてください。ではまた10分後にチェックインしたいと思うので、ここで一旦休憩を取りたいと思います。
まあちょっと英語のキーワードがちょっと難しいと思うかもしれないので、ですね、ここにキーワードをちょっと書いてみました。まあ、英語でレタスはレタス、パンプキンはカボチャ、コーンはトモロコシ、while path ahead、前に進める場合、アクションを繰り返す。ここにいろいろ書いてあるので、まあ、自分でやってみてください。で、ここのスライドを参考しながら、まあ、英語がわからないところがあったら、参考してみて、他にわからないことがあったら、まあ、もちろん Twitter で、ハッシュタグ CS in English で投稿してください。そこで僕やスタッフたちが対応していくので、そこはよろしくお願いします。では、ちょっとチャレンジしていきましょう。